左の膝を見せました。世界中のキックボクサーの憧れですからね。このローキックですね。小比類巻の膝が体ごとぶつけてあります、左のフックから彼はですね、この、ジャンピングに入れました、自分の身で受けながらね、やっぱし一つやっぱ成長していくんですね、はい、本当に小比は今回本当に挑戦ですね、まあ、この小比類巻18歳の時後楽園ホールでデッカーの試合を見て憧れてキックの世界に入ったといいます。実際目の前に彼がいるわけですからね、その夢超えることができるか小比類巻。さあ残り10秒切りました。第1ラウンド両者まだ落ち着いてます。右のストレートを伸ばしていったラモンデッカー、冷静ですよ、いいですよ。ここで第1ラウンドの終了です。デッカーかなんかやるなという感じでニヤッと笑って耐えましたよね、さあ第1ラウンド館長、両者まずお互いの立ち上がりを見たという感じでしょうか、そうですね、お互い立ち上がりですね、おっと中断いたします。ラモンデッカー選手の右のスネッショー、これはラモンデッカー選手の右の足ですね、パックリと割れています。おっと TKO、 テクニカルノックアウト勝利は小比類巻高幸。デッカーのスネが切れたのはこのシーン、ジャンピングハイキックを狙った時、小比類巻が肘でガード。コヒーが憧れのラモンデッカーを下し、日本一勝一敗。向こうの目がすごくやる気が伝わってきたんですよ。もう殺すつもりで来てるような感じがしたん でパンチ一発もらってやっぱり重いなっていうのが、受けてみてどうし、大したことない、いや大したことありました。今までもらったパンチよりなんていうのかな、重いんですよね、こうゴンっていうんじゃなくてドーンっていう、そういう一撃にやっぱ体力があってすごくありました。 K-1 ニュース、憧れのデッカーに TKO 勝ちをした小比類巻。デッカーの右すねは自らのキックでパックリ切れていた。おお痛そう。しかし肘も切れてるんですよ。勝った小比類巻も肘を負傷。デッカーの蹴り抜きで一発当たっただけで、あれはですね、それがこのシーン、ジャンピングに入れました。そうデッカーは自らのすねを切ったと同時にコヒーの肘も破壊していたのだ。膝のそうですね、さらに小比類巻は膝をも負傷していた。それがこのシーン、このローキックですね、このローキックですね、このローキックですね、強力なローキックが膝を捉える。